天気予報です。こちらは午前10時ごろの都内の様子です。東京都心は今日も朝からよく晴れて、気温は午前11時までに 29.5 度まで上がりました。この後は31度まで上がる予想で、都心は2日連続で30度以上の真夏日になる見込みです。関東甲信はこの先もしばらく晴れる日が続き、梅雨入りは来週以降になりそうです。今日これからの予報です。この後も全国的に晴れるでしょう。ただ九州は午後ににわか雨のところがありそうです。関東から西は暑さが続き、30度以上の真夏日のところが多いでしょう。熱中症に注意してください。週間予報です。明日も全国的に晴れて暑さが続くでしょう。土曜日は西から雨が降り出して、日曜日以降も各地で曇りや雨の日が続きそうです。天気予報でした。